どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。テイルズオブグレイス SF やっていきましょう。さあ、前回リチャードと話し終えたんで部屋に戻ればいいのかな。シリア、はい。ラントの領民がウィンドルから離脱し、ストラタへの正式編入を希望しているというのは本当か。そう、中には確かにそういった意見を主張する人もいたけど。セリア、落ち着いて聞いてくれ。このままだとラント領が戦場になる可能性がある。リチャードはラントへ侵攻するつもりだ。そうなのよ、なんとか止めないというか説得したいんですよね。交渉の席に着くよ。ヒューバートを説得するつもりだ。私も行くわ。そんな話を聞いたらじっとしていられないもの。それなら俺も同行させてもらえないか。え、あれ、マリック教官。マリックさん、お前が進言してくれなかったら俺や騎士団の面々は処刑されていたと。お前には大きな借りができた。今度は俺がお前の助けとなろう。マジっすか。教官のお力をお借りできるのはとても心強いです。どうかよろしくお願いいたします。よろしく教官。やれやれ、この分だと教官で定着してしまいそうだな。俺にとって教官はずっと教官ですから。まあ確かにね。それでは教官、早速ラント領へと向かいましょう。すごい、さらっと、割とさらっとマリック教官が仲間になった。おお、かっけえ。デューク、リチャード軍捕虜、元教官。リチャード軍捕虜しましょうか。ナイトキラー、これ強いな。人間へのクリティカル率アップってことは、人間系のボスとか出てきたらダメージアップってことですよね。教官、どうしたんですか、こんなところで。おっと、イベントが入りました。まあバロニアでなんか武具っていうか装備買おうかなって思ったんですけど、装備品が品揃えが変わってなかったんで、はい、初期売ってたままだったんで何も買わずに来ました。今までの騎士生活を振り返っていたのさ。俺の手で守った命と奪った命、どちらが多かったのだろうか。なるほど。守る命と奪う命。騎士になるということは守る命よりも奪う命の方が多くなるのだと今さら気づいた。まあ確かにそうですね。命の重さは数では測れない。だが俺が奪った命にも守りたかった命があったはずだ。その償いにと彼らを守るために戦っても、また誰かが不幸に、この業からいつになったら抜け出せるのだろうな。いつかその答えは出るのでしょうか。さあな。何につけんだよ。レザープレート、初期装備じゃん。マリックさん初期装備じゃん。スチールプレート、オッケー。シルウェアだと術防御と回避が。あとはなるべく装備品は更新するようにはしてなかった。レッドリボン、レッドパフューム。
オッケーかな。カメシャンのロー、カネトンの会じゃあいいやそういうタクシー系のやつか。オッケーオッケー、まあいいや。じゃあもう多分ラントで合ってると思うんで、このままラントで歩いていきましょう。戻ってきました。おっとごめんなさい、押してしまった。私はいつもそうしていたもの。彼らはアスベルの正体を知っているのではないか。不用意に近づくのは避けるべきだ。アスベル、門を通らずに町の中に入る方法ってないの？門を通らず。昔やんちゃしてたアスベルならきっと何か知ってるんじゃないかな。水路を伝っていけばきっと。なるほど、水路に行けと。了解です。まあバレて入れなくなるよりはこうやって強引にでも入った方がいいんじゃないですかね。なんと裏口、お邪魔します。なんと、お入った。いや懐かしい曲だな。ラントもこっちか。これこっちでいいのか。あ、こっちでいいか。あ、おお、ただいま。ただいま。ヒューバート、お兄ちゃん帰ってきたよ。っていう流れじゃないですね。依頼全然見てねえわ。依頼全然見てねえ、そういえば。ちょっと休もう。なんか体力は多分回復してると思うんですけど、気分的にちょっとね。こっちでいいのかな。ヒューバートのとこ行けばいいんだっけな。どうもお母さん。なんか意外にあれだな。なんだろう、歓迎してくれるというか、そんなに驚いた様子もない人もいるし。こっちだっけ。来た。どうも、ただいま、ヒューバート。これは予想外の来客ですね。面会の約束をした覚えはありませんが。ヒューバート、それどころじゃないんだよヒューバート、聞いてくれ。無条件に勧告を受け入れろとは言わない。だがせめて交渉の席についてもらえないか。このままではクリアスの流通が滞り、ウィンドル国民の生活に深刻な影響が出るんだ。頼むヒューバート。新国王陛下はあなたを使わせば僕が撤退勧告に応じるとでも思ったのでしょうか。そうじゃないんだよ。俺がここへやってきたのは自分で志願したからだ。そうそうそう。だとしたらあなたの見通しは甘すぎますね。どう？少佐、緊急事態です。え？ウィンドル軍が突然攻めてきました。なんですって？ウィンドル軍の勢いは凄まじく、味方はすでに市街地まで押し込まれています。なんだって？え、嘘。ちょっと待って。どうなってんの？戦争になるのを止めるためにここへ来たんじゃなかった？なるほど。そういうことでした。いや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 、違う。僕を説得するふりをして軍勢を引き入れていたと。違うんだって。そうじゃないんだよ。俺はそんなつもりじゃ。ここまで馬鹿にされるといっそ小気味いいくらいですよ。全軍に第三種迎撃体制を指示、何としても持ちこたえろ。はっ。ヒューバート、信じてくれ。俺は何も知らないんだ。それが本当だとしたらあなたは惨めな使い捨ての駒に過ぎないということですよ。なんだと。いやでも本当だからそういうことなのかな。俺たちも外へ出よう。状況を確認しないと。マジかよリチャード。リチャード、俺たち友達じゃないか。ちょっとなんてことしてくれんだマジで。うわー、なんだすげえことなってる。ああ、ラントが弟君を説得できたかい。
リチャード、おめえのせいやぞ。どうやら様子を見る正解だったみたい。リチャード、どうしてこんなことを。本当だよ、すでに伝えてあっただろ、ラントを攻める。それにこれは君のための戦いでも、故郷を取り戻してあげると約束したじゃない。俺はこんなことを頼んでいない。本当だ、頼んでねえよ。君が頼まなくてランと進行は実行した。いや、やっぱりリチャード王様は間違ってたのかな。逆らうのは容赦しない、思い知らせてやらない。明らか暴走してますよね彼。リチャード、最近のお前は何かというとそればかりだ、ね、今のお前のやり方は間違ってる。どうやらラントを攻め落とす前に君と話をつける必要があるようだね。お、ヒューバート、シェリア、みんなと一緒に町の人々を安全な場所に誘導してもらえないか。俺が話している間に早く、戦いが本格化してからでは遅い。分かったわ、ソフィー、行きましょう。二手に。ここに残る。おっと。いいから早く。ああ、連れてかれる。アスベル、アスベル。ジタバタ、ジタバタ。アスベル、もう一度聞く。僕の何が間違っているって。まあ二手に分断した方がいいですよね。こっちの問題だけじゃないんでね。僕のことなら何でも理解してくれるんじゃなかったのかい。力に頼り、恐怖で縛るばかりのやり方では何も解決できはしない、うん、そんなやり方では平和など到底手に入れられない。不平不満が出ますからね、そういう方法だと。昔のお前に戻ってくれ。そうか、本気なんだね。ああ、君も僕に逆らうのか。ダメだ、所詮は君も。ダメだ、説得で説得できねえ。怖えよ顔。おお、ナイスヒューアート、よく防いだけど。ヒューアート、なんて凄まじい闘気だ。本当にあのリチャードか。危ない。まずいよこの状況。え？おっ、おお、ソフィー、どけ。おお、ソフィー、なぜ戻ってきた。守る。おお。うわあ、なんですね。動きが。お。おお、光った。この光は、あの時の。あ。あ。また来たのか。またしても貴様が立ち塞がるのか。ああ、噴水。おっと、なんだすげえ。守る、あの時のようにはさせない。ソフィー、お前記憶が。あ、本当だ、戻ってる。あの時、うわあ。ふん、強えなリチャード。またあの時と同じように。死ぬ、やめろ。裏切ったな。
え？僕を裏切ったな！どっちがやねん。なんだ。何、不気味なオーラが。え？ちょっとマジかよ。マジかリチャード。マジっすかリチャードさん。そうっすか。本気に期待します。防勢を持つ術技当て、防勢バリアを2つ。あ、ちょっと待って。何が砕けんの。雷山章か。オッケーよし、期待で。よし、なるほどね。防勢を持つ敵は一定周期で防勢バリアを張る。すかさず対応する術技を当てよう。とりあえず基本的に雷山章を使っていく感じでいいっすかね。バリア張るまでは A 技も使っていきつつやっていきましょうか。ナイス。これか。 OK。 ナイス。ん？ヒューバートが割った今。ってことはヒューバートもあんのか。あるんだ。やる。いいね、ヒューバート割れんじゃん。やばい、エルスブレイ。あ、うわ、ブラッディローズ。微妙にこっちてか味方にいた時と表記違いますね。味方にいた時バーデックスローズだったんですけど、ブラッディローズになってますね。あがいなら秋ささめ。危ねえ。どうなった。はい、ナイス。リチャードよく止めた。待って、やば、シェイドインペリアル、やべえ。待って、やばい。とりあえずこれで、ヒューバードも復活させる。ナイス。やばい、ヒューバード死んだ。ちょっと危ね。待って、危ね。よくよけだ。痛い。また防勢バリア。レイソール、オッケー、ナイス。そうか、蘇生技持ってんだソフィー。一応レイズソウルは多分ランダムっていうか、確率で復活するやつです。なんかドラクエにも似たようなのあります。やっ、ヒューバート、あ、雷山章外した。ちょっと待って。ほら、よし、砕いた。ほら、待て、危ねえ。ヒューバート死ぬ。とりあえずアップルグミを。ほい、ほい、ナイス。アクセサもよく受けた。ほら、頼む、ヒオギで倒したい。いけ。決まった。今のかっこいいっすね。どうだリチャード、シェイドインペリアルがやばかったけど。はあ、
なんだこれ、規模が違う。今までのグレイセスの規模はどこ行ったんだ。ソフィーじゃない、シェリアがやばい。パスカル、パスカル首、顔、リシャードやべえなこれ。うおー、走り返した。おのれ、この二人の戦い、なんか次元が違う。全軍に撤退だ。リチャードどうした、本当に。ソフィー、ユーバート。いやー、ギリギリ。怪我はない？ソフィー大丈夫か？しっかりしてくれ。平気。私、思い出したの。お？小さな頃のみんなのこと。え、マジか。思い出したの。よかった。ヒューバートはおとなしいけどしっかりしてて、いつもみんなを気にかけていた。シェリアは体が弱いのに負けずにいつも元気だった。うん。そしてアスベルは優しくて強くて私を守ってくれた。また会えたね。帰り。ああ。少佐、ご無事ですか？僕は大丈夫だ。それより外の状況は？ウィンドル軍はリチャード王と共に町の外へ撤退しました。ああ、撤退か。すぐに城門の守りを固めろ。深追いはするな。はっ。さあ、ヒューバートも分かってくれたかな。ああ、でも街がボロボロか。守れなかった。そんなことない。アスベルは私を守ってくれた。小さい頃と同じ。まあどっちかっていうと今回はソフィーに守られた感じはしますけどね。あの力がなかったら多分ちょっとだけだけど負けてたような気もしますけども。よかったはずなのに、なぜだろう。なんだか不安なの。このままいろいろなことを思い出していくのが怖いの。ソフィー、まあ嫌なことも思い出すっていう可能性もあるんでね、一概に言えないですよね。ん？お、ラント奪還編クリアというわけで今回はここまでにしたいと思います。以上、ミツキックバスターでした。よければチャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。